まず私の方から申し上げます。高等学校と就学支援金制度の対象となる外国人学校の指定に関する規定についてでありました。これまで国会でも多くのご議論をいただきました。本件につきまして、外国人学校の指定に関する規定について、こちらの方で、取りまとめましたので、本日の午後2時、14時より記者会見を行って、私から発表する予定でございます。こちらからは以上です。感謝が質問します。尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件に関連で、海上保安庁が密接と見られるビデオがインターネットに流出した可能性が高いという事案がありますけれども、一部の国会議員に秘密公開したビデオが一般に流出したことをどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。これはですね、極めて重要な問題でありまして、今これは官房長官を中心として、事実の調査中でございまして、私の立場からはそれ以上のことは今の段階で申し上げられません。まず調査をしています。もしこれが本物だったということになった場合、文科省としても尖閣問題というのは教科書表記などに関わりが深いと思うんですけれども、本物だった場合大臣の説明をお願いします。これは他にも申し上げますけれども、私も実は今日の報道で知りました。そうやって技術関係についてしっかり提唱しなければその上のことは申し訳ございません。大臣、映像をご覧になってどういうふうに思われました。映像を報道でご覧になってですね。映像って私は見たのは新聞でございましたので、新聞テレビでは見ておりません。新聞の写真を見たわけです。大臣、関連でちょっと時間がゆっくりした時間がありませんでしたので、映像というのは見ておりません。写真を見ました。関連ですが、今回のビデオは日中関係の配慮もあって一部の国会議員への上映という形になったと思うんですけど、今回この、こういう映像が流出したことで今後の日中関係の影響への懸念というのはどういうふうに思いますか。だから私もですね、情報管理というのは大事な国としても政府としても基本的なことですから、今回はどうだったのか、どういう形でだったのか分かりませんのでですね、申し訳ないんですが、その以上のことは差し控えたいと思っております。大臣、政策コンテンツをですね、パブリックコメントですね、文科省関係の文科省要望がですね、関係意見が全体の8割を超えるというですね、多くしたんですけども、いろいろその一部でですね、主張があるんじゃないかと、いろいろこう言われているようですけども、受け止めとですね、どのようにこの8割というふうに思ってきちゃってるのかという認識をお願いします。今日の閣議で、いわゆるパブリックコメントの結果ということで、報告がございました。これは評価会議等がありましてですね、今から、次の予算に向けて、採用することになっております。それに先ほどお尋ねのこのパブリックコメントの結果については、大変嬉しいことでございますが、文部科学省関係が約8割を占めたということはですね、これは何をさておいてもですね、文科省がこれまで、例えば YouTube 映像を使って分かりやすく
紹介をしたこと、あるいはホームページでの特別枠の要望についてもページを開いていること、あるいは準備に掛け合いしたいということで、説明をしておること、まあ、このことが大きな努力として、実ったものだと思っておりますし、同時に一方でですね、やはりこれは今は多くのですね、若い方々、学生がですね、例えば奨学金のことであったり、あるいは就職のことであったりですね、それだけ今のいわゆる教育を受けておられる方々が非常にこの教育問題自らのこととして、関心を持っておる、そういうことだろうと私は思っております。これに関連してですね、現場大臣がですね、まあ、今回パブリックコメントの結果というのは横浜予算範囲とですね、一つの目安だというふうなお伝え方をしているんですけれども、まあ、そういう考えが8割これだけ国民の支持があったということであれば反映されるべきではないかというふうに思われるんですが、一つの目安というふうにされていることについて大臣はどういうふうに思っていますか。これはですね、まあ、パブリックコメントで政策コンテスト、まあ、このことについてはいろいろ議論があるところでございますが、これは一つの大きな国民のですね、こういう生の声を聞く、もうこれは事実でございまして、非常に私は重いんだと思っています。それからまあこういうものを受けまして、今後政務三役としてもですね、各省庁が出て、いわゆる国会ヒアリングということがまた出てまいります。そういう中でですね、私たちとしては要望の本となり、あるいは背景なりをしっかり説明をしていただくと思っております。ぜひ我々が要望した予算が十分にありますように、あとは努力することだけなんです。国交の問題でなんですけれども、まあ、午後発表するのは基本的には先日の国会で先日大臣が、はい、ご説明された大臣の大臣案の概要に基づいたことですということで、はい、まあ、そのように受け取れているので、まあ、もちろん当時の委員会、が終わりまして、改めて私の方で仲間の政治も含めてやりたくて、まあ、ほぼそういうことでございます。まあ、詳しくはまた自ら内容についてもご説明していきたいと思います。その昨日衆院の拉致特別委員会で、まあ、教育内容を、まあ、大臣にご説明された教育内容を問わないとか、そういう部分について、拉致被害者の家族会と、支援する会とちょっと意見があったようなんですが、昨日のことでしたから、まあ、詳細は承知しておりません。私たちとしては、まあ、これまで様々な意見の中にもそれらことも言われておりますが、内容についてのことも、出ておりますので、まあ、そしてそういうものを参考にした最終的な基準、いわゆる規定を決めたということになります。基本的には主張しないを問わないという義務ラインというのは変わらなくて、その後それにプラス改善を促していくと、あ、そういう準備事項として改善をですね、促していくという形に入ります。他よろしいでしょうか。後ろからの関連で、柳田大臣と意見交換をされる機会を一回したいというふうにおっしゃってましたけど、もうそれはされます。で、それはね、先日もしましたし、本日もしました。それはどういう、はい、まあ、柳田大臣としてはこれまでも国会の場で、答弁として答えているスタンスです。私最終的には何かかる今責任を決めるということですから、それは尊重したいと思います。
からはじゃあその今度は今日2時から規定を私の方から発表させていただきました。安倍さん、幼稚園と保育所の一体化の問題についてお尋ねいたします。現在内閣府でですね、子ども園に一本化することにつきまして、議論が行われております、うん、もし実現したとしますと、現在学校教育法で定められている幼稚園というものが、どんな形になるべきを法改正にして実況を担うことが必要だと思われます。今大臣、この幼稚園と保育所の一体化問題についてのご所見をさせていただけますでしょうか。これは11月の1日に開かれた第2回の情報一体化のワーキングチームにおいて、仮称子ども園についての資料が提示されております、まあ、これはあくまでもイメージでありまして、具体的な制度のあり方についてはこれからワーキングチームの中で検討が進むものと、これに私は認識をしておりまして、当然ながら三つ子の魂100まで、まあ、言われているようにですね、幼児期のによっては生涯のための人間形成の基礎を作るという意味で極めて重要でありまして、医療法一体化についても質の高い幼児教育、こういうことが保障されることが何よりも重要だと、まあ、こういう視点に対して私たちはこの検討の中で、意見反映をしていきたいと、これに思っております。